ヌボ若い選手で小畑くんでしたっけ？あのショート守ってるね。めちゃくちゃ評判いいんですよ。まだ線がちょっと細いですね。2軍のキャンプ今年見に行きまして、平田監督にあれ彼が面白いですよって言ってましたけど、まだまだちょっとひょろっとしてるので、あと1年今年来年1年ぐらいファームで全試合ぐらい出させてあげて、あのちょっと太くなれば、あの坂本くんのような、そういう背の高い素晴らしい大型のショートってのが生まれるかもしれない。右投げ左打ちですから。